この度は視聴者の皆さんに謝罪しなくてはならないものがあります。今日の8時30分27秒僕は台所でチョコレートパンを使ったデザートを作ろうとしていました。通常ならばパンにチョコを塗りオーブンで10分焼くだけで完成するものが、僕は気を取られてしまい20分以上オーブンの中に入れてしまいました。結果、このありさまになりました。やばくね。今後、このようなことが二度と起こらないことを心に刻み、これからの人生を歩んでいきたいと思います。皆さん、今回本当に迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。今日の8時30分27秒、僕の台所で、僕はやらかしてしまいました。